さあ今回はですね、まず文章で問題文、図形の問題が与えられているので、まずは正確にこれを読んでですね、図を再現していくことをやっていきましょう。なのでね、僕もこの状態から書き始めていきたいと思います。正方形 ABCD の内側に点 P を取ると、外側に Q を取ると、まあ内側に P を取る、外側に Q を取ると。でまず P に関する情報は、三角形 PBCPBC っていう三角形は正三角形になると言ってるわけですね。まあ、なのでちょうど BC の真ん中あたりの、この上あたりですかね。よいしょと、よいしょと、こんなもんですか。こういうふうに三角形 PBC を作って、まず正三角形を作るぞって言ってるわけですね。さあ今度は Q に関して、三角形 QCD だと、三角形 QCD は正三角形になるんだけれども、 CD 使って Q 外側だから、どうかこの辺にないといけないわけですよね。まあ、なのでよいしょと、どうかこの辺ですか、真ん中、そうですね、よいしょと、よいしょと、 QCD、 あ、ちょっと曲がっちゃった、気持ち悪い、よいしょと、三角形 QCD が正三角形になるって言ってるので、まあ、ここの長さとここの長さとここの長さが等しくなるわけですね。ただ今 CD の長さと BC の長さ、正方形で等しいわけですから、まあ、これらは当然みんな同じ長さになっていくよと、こういうふうに考えていけばいいわけですね。最終的に求める角度はどうなってますか。この時角 DPQ です。 DPQ と、なのでここの角度を求めなさいっていうふうに最終的には言ってるわけですね。よいしょと。ということで、まずこの図をしっかりと作り切るっていうのがポイントだったのかなと思います。さあそうするとね、最終的にはどうすればいいのかっていうと、ここ一度ですね、この問題は扱っていると思うんですけど、ここの三角形に注目をして、各 CPD っていうね、ここの角度を出してしまえばいいわけですね。あとはそこからここのね、各 CPQ っていう角度を引けばいいと。え、先生、各 CPQ ってどうやって求められるんですかと。どうやって求められます、どうやって求められます、こいつって。今さ、ここに出来上がってるのが正三角形なわけですから、当然ここの角度は60度です。当然ここも正三角形60度です。90度があるわけなんだから、ここ引き算すれば90度から60度引いて30度って分かるわけですよね。ということはこう30度60度ですから、ここもちょうど90度になっていると。あらあらあら、ということはこの三角形ってどうなってますかっていうと、この三角形直角二等辺三角形なので45度っていうふうにあっさりと分かるわけですね。はい、今ここが30度っていうふうに出しました。これ二等辺三角形になっています。180度から30度を引いて150度ですね。半分ずっこにして75度になりますから、ここの青い部分の角度が75度というふうになっているわけです。ということで75度から45度を引き算してあげれば最終的に出てきますね。75-45度で答えが30度というふうになるわけですね。まあ他の解き方もいくつかあるのかなとは思うんですけれども、こんな感じで解いてもらえるといいかなと思います。